はい、こんにちは、無声でございます。以前ですね、動画に上げました会社の椿ですね、勝手に選定してここでバツッと高さを抑えるために切ってます。まあ、ただあんまり上の方を切ると寂しくなっちゃうんで、上は上で残しておいたんですけど、まあちょっと来年次選定するときにまた、どのような樹形にするかは検討しようと思ってます。で、今日ですね、11月3日なんですけど、なんと花がもう咲きかけですね。はい、でそれもそうなんですけど、他にもですね、たくさんこう花芽がついてますね。はい、いいですね。すごい、なんかたくさん今年咲くんじゃないかなって思います。で、ちょっと実験的にですね、こう立ち枝ですね、立ち枝を残してたりするんですけど、この先についてるのはどうも花芽ではなく葉芽じゃないかなっていう感じなんですよね。あんまりこう花芽と比較してこうぷっくり丸いつぼみではないっていうか、芽じゃないので、まあこれはやっぱり立ち枝には花がつかないのかなっていうのはちょっと思いますが、まあちょっと椿自体が、そのシーズンに伸びた枝、新枝に花がつくのか、それとも、前年の枝につくのか、ちょっとそのあたり調べてなかったので、もしかしたら、これ、まあ、今年つかないにしても来年、来期に花がつくかもしれないです。はい、あ、ここにも花が、はい、咲きそうですね。なんか椿ってもうちょっとこう寒い時期から春にかけてのお花かなと思ってたんですけど、品種の違いですかね、それとも気候の問題なのか。はい、この椿はこれからもう咲こうとしています。楽しみです。はい、以上、無声でした。ありがとうございます。